はい、ドラマの倉橋敏之です、えーと。前回に引き続き、えー、とサンバ、ボサノバ、そういうものを使ってアクセントやらなんやらのスネアの訓練をしていきたいと思います、ね、前回、あのー、前置きで結構、ね、長く、ね、やって、あのー、時間をりましたけど実はそれが結構大事なんでね、あのー、時間をりました要するに何かというと,、えー、とリズムがちゃんとキープできているかどうか、ね、左足がちゃんとできているかどうか ボサノバとかそういうものがまずできてるかどうか、ねあのー、それからやってってでストロークを分解して理解できるかどうかパラディドルができてるかどうか、ね、完璧にできてなくていいです、ね、パラディドルね完璧にやろうとしたらもうえらいことになります、ね、そうじゃなくてパラディドルが、ね、どういうストロークでなってちゃんとダウンストロークがちゃんとできてるかということを確認しながらやってみてくださいね。さてさてさて じゃあ、昨日の前回のねやつをあのもしあの見てない方がいたらね、リンク貼っておきますから、見てからやった方がいいです。ねこういうものこそね、本当にあのちゃんと大会段階を経て、ちゃんと理解してやっていかないと、やっぱり遠回りになるんだね。で、前回これやりました。これね、よくね、このパターンというのは、サンバ、ボサノバはこういうパターンだよっていうふうにねよく、あの、 書かれるものなんですねでここで一つ、ちょっと注告しておきたいんですけど、このアクセントっていうのはね、必ず強く叩くとか、そういうもんじゃないんですよ、こうあの例えばあのブラジルの,その、ね、ボサノバ・サンバに関しては特にそうですけど、あのそういうね、硬い考え方じゃないんですけど、言うなればこんな感じみたいな、そういうニュアンスなんですね、だから必ずここにアクセントをかっちりつきましょうっていう考えじゃないんです。ね、だから こうとも言えるけど、こういう風にね、こうとも言えるけど、まあ、要はこんな感じだよぐらいの話なんですね、だから、ボサノバ3番目は絶対こうだみたいなね、人がよく言う人がいるんですけど、そう言葉で捉えちゃだめですからね、こういうのね、ちゃんとあのリズムを叩ける、うまく叩けるようになってくると、この意味がちゃんとよくわかるようになってくると思うんですね、それまではあの、ね、あのそんなにあんまり決めつけないで、やってみ、やってください。 なんですけど、一番最初、ね、練習するにはこれを目標にするのが一番いいわけなんですよ。だからこういうのがあるんですね。ねじゃあちょっとこれやってみますけど、ボサノバとかサンバっぽくなくていいです、かっちりやればいいです、今回は。 えーとちゃんと止まってる、ダウンストロークの時にちゃんと止まってるかどうか、でアップストロークの時に上がって、あの同じ左右で、ね、均等にこう上げられてる、ね、かっちり均等っていうわけではないですけどね、あのー、上げられて綺麗に叩けてるかとか、それが問題です、で足の、ね、リズムとちゃんと合ってるかとか、ねえーと、レギュラーグリップでも同じです。 ね、こういう感じですね。えっ、ー、と、アクセントというのも強く叩くという認識もこれやめましょう。ね。ね。アクセントにもね、いろいろ実はあるんです。もうどん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 レベルが上がっていくと、同じアクセントじゃないんですよね。いろいろあるんですよ。ね。そういうのもあるので、あの、あまり固く考えないようにしてください。ね。で、きれいに叩くことが今日の目標です。こんな感じですね。はい。えっ、ー、とー、このパターン。 これで覚えてください。1個目と4個目にアクセントがあるもんね。で、この4つ1組で覚えていくといいです。じゃあ次行きましょうね。これです。これはね、ッコしてあるのは、とりあえずはなしに。とりあえずはなしでやっていきたいと思います。ね。じゃあ行きますね。えっ、ー、とね、テンポ140。タカタカ、タカタカ、ワン、ツー、スリー、フォーですね。 じゃ、これやってみますね。<music> こんな感じになります。ね。<music> さてさてさて。これね、ボサノバでやると、こんな感じなんですよ。ワン、ああ。 1> 1, 2, 3, こういう感じなんですけどこれね3つずつでこうなってるのが分かると思うんですね。 ボサノバのパターンはね前回にやったこのパターンがあるんですけどこのパターンね青いこのアクセントマークですけどそれをここから始めると似たようなパターンなんですよ。カつつ、カつツカつツ,ツ,カツ,ツで、ここだけ違うんですね。前回やったのはねそうこ,うこれも3つずつなんですよ。で最後に4つが来てるみたいなね感じになるんですけど今回のパターンはここからやってるわけですね。 だから3つずつでこう行くんですけど、ここが4つになって、また3つずつというふうな感じになりますけど、3つ3つずつでこうね、行っていくっていうのがね、これがすごく大事なんですよ。あの覚えてほしい、暗記してほしい感じなんですね。で、それも覚えられるんですね、これでね。で、3つずつ行くと。こういう感覚っていうのを覚えてください。 3、3、3、3、3、3、4という形とかよくね言ったりしますけどねこの形覚えてくださいで、こういう練習してると覚えてしまいますからねだからこれで覚えるのもいいと思いますね1拍半とか言ったりしますね1拍半の感覚ですよね全部まあそういうふうに言ったりもしますねなのでこれは非常に大事であのボサノバやってる時にこれをねあの意識して練習して あのー、行くと非常にいい感じなんですけどさてさてさて、まあ、それが、ね、いろんなことにこう関わり合ってもちろんあのスイングの時もね1泊半でコンピングを入れるっていうのはすごく大事なんですねだからあのあの感覚的にねパッと分かってないとだめな感じなんですけど、まあ、そういうのの訓練も兼ねているわけです、ね、で右左右左やってるので右左右左右っていう風うになりますね でそういう風にやってるうちに裏側裏側裏側表側表側表側ですね表は右裏は左っていうのもどん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 体で理解できるようになってきますでこれもすごく大事な感覚ですねなのでこういうねパターン非常にいい練習ね。 でちゃんとねあのー、バタバタしないようにダウンストロークがちゃんとあの綺麗にあのー、高さを揃えてあげるっていうふうにしてください。もう一回やってみましょうか。今度はねこっちも入れてみる。ここも入れます。 固くでいいです硬くでいいんです固くっていうのは何に対して硬いかというとサンバっぽくねあのー、うねってやる必要は今のところはないですっていう話ですねえー、とーなんでそんな話をしたかというとこれすごく有名なサンバのパターンですね基本的なサンバのパターンなんですまあ、今日は全部それをやっていくんですけど非常にあの有名なパターンなので覚えておくといい感じですねさてさてさてさ,てさっきねこのパターンと言いましたね ここのパターン見ましたねこれも1泊半なんでこれ出てきますね。1個目と4個目にあるやつ。ね、1個目にあるやつ。2個目にあるやつこっちかで。3つ目にあるやつ。大体いいこのパターンやってると全部の箇所が出てくるので大体の箇所これで覚えられるんです。だから、あのー、結構ねしつこく練習してみてください。そうするとと次からのやつが結構応用として あのうまくできるようになってきますじゃ次行きましょうこれも、あのー、サンバボサノバの,場の、あのー、有名なパターンですタッタっタッタたタ,タッタですねこういう感じですまずやってみますねいきますね こんな感じなんですねこんんなな感じなんですけどさてさてさっきね今ね発音する時にタンタンタタンタタン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 って言って言ってますよねこれって実はねこっちに書いてあるんです実際に4分の2だとこういうふうに書かれるんですねであのこれは上手くなってからでいいんですけど例えばねタンタン こことか、こことか、音が伸びてる感じで表記されてますよね、これが実は非常に大事なんですね、あのこういうことが分かるようになってくると、その菩薩の場とか、サンバとかがすごくあのノリのいいようになってくるんですけど、今の段階ではね、まず場所を、ね、まずこうピンポイント、点で場所を、ね、覚えたいわけですよ。 なので、今のうちはそういうことを考えなくていいんですけど、後々はねこういう感覚でね、やるようにすると、あのどん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 うまくなってきます。今のうちは点で捉えていいです。ね右手が表、裏が左手、非常に大事な感覚なんで、そっちからやっていくっ,てった方がいいと思われます。ねここもそうですね。タンタン、タンタンタ、ンタンタンですね。で、似たようなフレーズです。これも 同じようなここからここが違うだけこれも有名なサン番のパターンですねじゃあちょっとやってみましょういきますね 最後の方ちょっとねここが弱くなっちゃったけどで最後に1回ね、まあ、こんな感じですね、あのー、ちゃんとアクセントをつけられて、ねえー、とー場所を把握するようにしてみてくださいで前回やりましたけど例えばえと右手のアクセントはフロアに左手のアクセントはハイタムに移動するというのやりますけど、ね、ちょっとそれもやってみましょう こんな感じですねちょっとね変な感覚になるんですけどまぁ、あ、こういう風にしたあの音をねちょっと変化させると場所ピンポイント的にその点まずは点という点ではねちゃんと取られることができると思うのでこういう練習も非常に効果的ですさて最後今日は最後になりますけどこれですねこれも有名なサ番のパターンですねタッタッタッ

今日はね、140でやってますけどあの慣れてきたらテンポを少しずつ上げてきてみてくださいであのー、ねバスドラムとかのパターンはねいろいろ変えてみてもいいですし、えー、とバスドラムなしでもいいですよねでアクセントをちゃんとこうはっきりつけるようにね,ねこ,うここまで多いとねあんまり早、あのー、いとねはっきりつけるのすごい大変になっちゃうんですね なんですけどねまあだからあのサンバとかボサノバとかのリズムでやると非常にいいですよっていう話ですねはいえー、とこんなふうな感じでねやっていくと非常にあのアクセントとかその場所分かると思います。でこれがね要するに2小節でやっているのはまあこれ前回もちょっと説明しましたけどこれ 4分の2拍子、もともとはボサノバとかサンバとかそうなんですね。ということは、これ16分音符なんですね。なので、この2小節を1小節すると16と同じことなんですね。なので、これをやってると16のどこでも、ね、好きなところにアクセントを入れられるようになるという話です。ね、なので、こういう練習でやっていく方がいいでしょうという話なんですね。 ドラブ教室やってます、えー、と無料体験レッスンなど説明欄の方にリンク貼っときます。あともしよかったらチャンネル登録してください。ではまた。